はい、ありがとうございます。まあ、そば？量的には、うん、と信州サーモンとかうどん、エビ天ざるそば一つ、はい、この大盛り一つ、ざるそば大盛りや、すげえ細いね、めっちゃうまそう、うん、うん、なんかそばの香りがすごいね。リンゴ&ソフト一つ、飲むブルーベリーヨーグルト一つ、以上で。はい、あざまーす。はい、あざまーす。めっちゃ濃厚、うまいね、めっちゃうまいな、うん、こちらに、ご住所浜松市から分かるように、はい、広めだね、広い。クローゼットか、クローゼット、スリッパだった、はい、手洗い、ウォシュレット別々、下か、広いね、洗面所とお風呂が一緒なんだ、いいじゃないの、で、茶菓子がいつものやつと、ちょっと本当は、ね、食器なんでこんなんだもんね、ジャル、キッチンがこれ火でんの火じゃないね、あでも本当に鍋とかあるもんね、あーへーすごいね、で、冷蔵庫、冷蔵庫大きい、あ、嬉しいね、これね、いいね、大きい、で、冷蔵庫も広いです、で、電子レンジもありますと、いいじゃないですか、お部屋、おー、いいじゃん、あ、こういう感じ、ソファーがあってこれ、布団引いてくれるのかな、どうなの
眺望が。あ、でも駐車場前逆側だったんかな。前逆側だったよ。なんか街並みが見えた、ね、でもすごい森の中にいますって感じだよ。なんで泣き出すんだろう。まあ寝ようか。はい、はい、美味しいか。あ、はい、ありがとうございます。はい。バイキング90分制です。ごゆっくり楽しみください。はい。じゃあ撮ってくるね。ローストポーク、お寿司、刺身、何、なんかよくコストコであるようなやつ。あ、これあれか、うん、青いのは。あ、多分じゃないの。あとローストビーフ、あとなんか野菜のなんか味噌でみたいなやつ、と天ぷら、カプレーゼ、こんにゃく、豚肉。まあ、食べましょう。うん、あ、うんざい。ニンニク効いてるね。うん、なんか辛いみたいに入ってる。そうだ、そう。あ、こっちの方で。フルーツとケーキとブドウケーキ、これプリン、プリンとロールケーキとコーヒーゼリーとアメツ、
煮豚かけそば一つ。煮豚かけそばで、はい。漬け丼。漬け丼で一つ。以上で。そばうめえ。